ロシア情勢最新アップデートと言った方がいいですかね。ウクライナ情勢というのもね、ロシア国内でいろんな動揺とか不審火、現場猫案件みたいなのがいっぱい起こってるので、その辺をね、含めてちょっとね、小ネタがいっぱいありますので、ね、それを総合して何が起こってるのかなということはぜひ皆さんに想像していただくということね。もう皆さんお分かりですよね、みたいな感じでちょっと行きたいんですけど、まずね、日本でも最近ちょっと問題になってますが、銃器を使った犯罪ね、これがね、ロシアでも起きているということで、イゴール・シシコさんのですね、ツイートから翻訳してお届けしたいんですけれども、ロシアのね、刑務所から強制徴収された39人の囚人兵がいるんですけれども、これがですね、ルハンシク州にあるリチャンスクという町があるんですが、ここのね、ストーム Z という訓練キャンプ、ここをですね、脱走したんです。で、脱走する際に上官のね、将校を一人殺害してですね、39人のこの囚人兵が脱走したという情報が入っています。このイゴール・シシコさん曰くですね、近隣のロシア地域の FSB 特殊部隊は警戒態勢にあると。で、射殺命令も出ているということです。それから、あとオセキチンっていうね、ロシアの情報ね、結構出してくれてる人いますけれどもね、日本に対する攻撃計画もあったみたいなことをね、ばらした人ですけれども、その情報筋によるとですね、特にまあ、ワグネルのプリゴジンが、ショイグ国防大臣とか国防省の信用を失墜させるために、こういう混乱を引き起こす手をね、裏で糸を引いてるんじゃないかみたいな、そういう可能性があるということを言ってます。なんでかっていうとね、ワグネルっていうのはもう、囚人兵の募集止められてるんですよ。で、自分らが止められたんで、それで、囚人兵の募集止められて、今囚人兵は、ロシアの国防省がね、ロシア軍が正規に囚人兵をスカウトしてるんですけど、まあ、そいつらに嫌がらせするためかどうかわかんないんですが、まあ、そいつらにこう、悪魔のささやきみたいなことやって、脱走した方がいいぜとか言って、裏で糸引いてんじゃねえかみたいなことを、このオセキチンの情報筋は言っているということです。で、この39人は、ウクライナ国内のね、このルハンシク州から逃げてですね、もうすでにロシアのロストフ州に入って、どっか消えちゃったんじゃないかと言われていて、現時点では捕まってないんですけど、そのストーム Z という訓練キャンプからね、このロシアのロストフ州まではですね、100キロぐらい離れてるんですけど、ここ逃げちゃったんかということで、ロシア後ろスカスカだな、みたいなね、またそういうのがバレてしまったな、ということでございます。で、さらにですね、モスクワのね、近くなんですけど、これは一昨日ですね、アコック建設市場っていうんですかね、ここで火災が発生しまして、火災の面積は当初500平方メートルだったが、最終的には3倍以上の1800平方メートル、まで広がったと。これロシアのメディアが報じてるということです。このニュースはあの、明宝さんというね、私がフォローしている、オシントアカウントって言っていいのかな、からの、情報でございます。実際に動画とかも出ているので、ロシア軍のね、占領地域でもこんな銃撃事件があって、39人もね、囚人が逃げちゃうと。まあ、囚人兵ですけどね、逃げちゃうと。と思ったら、首都モスクワでも建設市場ね、ここがもう大火事になって、まあ、いろんなもんが燃えてると。モスクワ近郊のストレージとかよく燃えてますし、この間、ロシアの国防省からもね、煙が上がったということで、すごいなんか、化学物質みたいな変な匂いがしたということでね、話題になってましたけれども、クレムリンにね、ドローン飛んできたのとかと、まあ、そういうのと関係があるのかな、ないのかな、まあ、よくわからないんですが、まあ、こういうことが起こっているということです。